おはようございます、例のごとくケータリングご紹介コーナーでございますね。まだ全然到着したばっかりなんでございますけど、ね、でもこれがメンバー用って感じだよね。そうです。あ、おはようございます。おにぎりと、いっぱい入ってます。あ、本当だ。唐揚げと卵、おにぎり2つ。でもなんかバーって広がってなくてさ、こうまとまってていいね。何が入ってるか、ここに書いてある。アレルギー的なやつの。これリンゴミニパイでございます。リンゴミニパイ。そう、俺アップルパイ好きだからさ、これね。そうそうそう。これもリンゴミニパイ。アップルパイ好きなんだよね。ダッチ側にサンドイッチありますよ。あ、そっか。この辺から。この絶賛ご自由にシリーズですね。あ、でもなんか全部一口サイズでさ、いいね。すごい、ね。そう、ちょうどいいです。でしょ、ケータリングコーナーでございます。すごい。こうやって出てくれるんで。これ今何 ?9.1 っていうのはどういう感じ、あれなの？9V はちょっと多く入ってるんですよ、もともと。あ、そうなんだ。へぇ。で、ここから、あ、今ちょっと行っちゃった。消費しとる。まあ、全然使える。なるほどね。あ、そうなんだね。そう、これで毎回。パパってさ、ひっくり返るやついいよね。そうっすね。これのお弁当箱だからさ、マジだるいんだよ。あの、ギターの大村さんは、うん、ここに USB-C がついてるんですよ。え、マジ？それで、そこから給電してんの？そうっす。やば、それ。いや、それいいなと思って。それ今後なんかデフォルトになりそうだよね。これデカキャスケットって言って、はい、普通のキャスケットよりも多分 1.5 倍がでかいんだよ。へえ。ちょっとブカッと被れる。そうっすね。そうそうそう。俊介さん、これが今日のうちのレベルの、これ何？バンド T シャツなんですけど、どうなんですかね。お、ネオン輝いちょる。いいなネオン。いいっすね。なんかバランスもいい感じっすね。それはあのさ、ひざらじのさ、あれのやつめちゃくちゃ笑ったんだけど、あれやばいよね。めっちゃカエルって言って、あれやばいよ。面白かった。ルナちゃんめっちゃ可愛かったよ。カエルとなんだっけ。人形かな。人形だ。そう、多いかな。読書か、読書がてら回ってるっすね。容量がいっぱいあるから。マッサージやってもらって。確かにそうじゃん。でも保護者になったらマジ。ちょっと準備運動させて。あ、本当体起こした方がいいっすよ。そうですね。俺いつも階段ダッシュしてますね。いいっす。でも今もうできないです。ここできない。外のやつでやってももうあれなんか演者の人めっちゃ走り回ってる。取り立てくれ。いいね。取り立てられて俺が。変態やん。めちゃくちゃ変態やん。もうゼロですね。回収成功。回収成功。関西これ。関西の人。安すぎてマジで。でもそのタイバールでやって、うん、で電動カメの音。そうそうそう。は流し切りで。一応あの合図もこれ待ってるから。うん、あ、そっか、一応そこできそう。早く終わったら終わったでそのまま流し切るの待つし、わその SE 終わってもまだやってたら待ってるから、一応だから合図は欲しい。そしたらそのマスタイルで MC を合わせるってことですか。そこ忘れちゃいけないですね。 MC が終わったらカヤの切り出しからの SD、うん、SD してもらってそのまま繋げて、 SD 終わったらじゃーってやってる間に、まああんまりやりすぎず、うん、顔戻すのそうですね。そうですね。そこも、はい、なんか僕はじゃあ京介さんきっかけでやるんで、はい、ボーゲメント使われますが、あれ、リフトが落ち着け、動きは大丈夫。俺も緊張してきた。見てるだけなのに。出番前は。出番前。さすがにちょっと。おお。すごい。ホストのナイキンみたいじゃん。ホストのナイキン。内戦持ってるみたいな。じゃあ SE 始まったらエンジン組みましょう。あの雨の時間が。あと4分ぐらい。な。ああ、すみません、もうちょっとだけすみません。はい、というわけでね、皆さんお待ちかねのネオンが3台あるからの感じなんで、これからネオンパフォーマンスを、まあ、こうやって我に見たけど、初めてやっぱりね、ファンの皆さんの前で披露するってことになる、このバンドとしてはね。だから、ぜひね、どういうふうに彼の視聴者か、
うん。おお。まだ来てる人もいれば来ないと思う。誰が？誰が？関東圏ならね。さよなさん。エンディングコンで皆さん、今年1年駆け巡りましたけれども、はい、11月11日今日が、集大成でございます。はい、何卒じゃあちょっとこう8人で力を合わせてお力添えのほどよろしくお願いします。いきますよ、せーの、イエーイ。一生懸命サポートしたいと思います。本当に今日はありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。